どうも、ピアニストの長島達也です。今日は、バーン・クライバーン国際ピアノコンクールについての動画です。このクライバーン国際コンクールは、1962年からアメリカのテキサス州で行われている、4年に一度行われているピアノコンクールです。現在では、リーズ国際コンクールが2015年あたりから、その、レパートリーを少し緩和していったんで、今はダントツ一番過酷で難しい ピアノコンンクールとしててて知られいいまますす賞金総額ももうダントツの一番になっています、えー、このコンクールは1962年に作られたんですけれどもその何年か前にソ連がチャイコスキー国際ピアノコンクールを始めましたその第1回でなんとバンクライバーンアメリカ人のバンクライバーンが優勝しますこの時アメリカとソ連は冷戦状態の真っただ中でそれがものすごいニュースになって アメリカでも、えー、チャイコフスキー国際コンクールと相当するような大きなピアノコンクールを作りたいと。で、それの名前に抜擢されたのが、チャイコフスキーコンクール第1回の優勝者のバンクライバンです。え日本ではこのコンクール、2009年に辻井伸之さんが優勝して世界的に有名になったっていうことで一番知られているんじゃないかなって思います。 その他の著名な優勝者では、ラドゥルプーさんとか、えー、もう亡くなってしまったんですけれど、スルタノフさんとか、えー、ホロデンコ、日本ではあんまり知られてないのかなホロデンコさんめちゃくちゃうまいピアニストです。もしあの、機会があったら聞いてみてください。ヴァディム・ホロデンコって言います。それから、アンドレ・ミシェル・シューブさんも日本ではあまり知られてないと思いますけれども、とても素晴らしいピアニストですので、聞いてみてください。こういった方々が優勝していて、えー 他に2位で、あの、野島実さんも2位でした。えー、クリスチャン・ツァハリスも2位でした。それから、アレクサンドル・トラーゼ。あ、プロコフィエフのコンチェルト、全曲の演奏で有名ですよね。CD で有名ですよね。えー、彼も2位を取ってます。で、3位では、モスクワ音楽院の教授として有名な、あバ,クスバスクレセンスキー先生とか、 えー、チャイコフスキー国際コンクールの優勝者バリー・ダグラスも3位を取ってますでベートーベンの演奏で有名なルドルフ・ブッフフィンダーさんも、えー、ルプーが優勝した年に4位で入賞していますでこのコンクール実は2021年に開催される予定だったんですけれどもコロナのせいで1年遅れて今年3月に予備予選があって 6月から本選が始まる形になっています。で、締め切りは去年の2021年の11月締め切りだったんですけれども、なんと記録的に388人のトップのピアプロのピアニストになりたい、そういう生徒とか、あの、それか、あの、もうプロとして活動してる人たちも含めてが世界中から応募しています。その中から、 72人が選ばれて3月の6日から12日までテキサス州、アメリカのテキサス州のフォートワースで予備予選が行われます。この予備予選では1人20分のリサイタルを、えー、弾きます。で、これ公開なんでもうみんなあのー、観客とかを入れて演奏します。で、この予備予選からたったの30人が6月に 本戦に戻ってくることができます。で、本戦もやはりテキサス州のフォートワースで行われますが、第1次予選が40分のリサイタルとなっています。で、この40分のリサイタルの時に、えー、スティーブン・ハフさん、世界的なピアニスト、今回実は彼も審査員の中に入っているんですけども、彼の新曲、現代の曲を、えー 演奏しなければいけません。それをプログラムの中に入れなければいけません。そこからさらに18人に絞られて、クォーターファイナルに行きます。準々決勝ですね。で、その18人がやはりまた40分のリサイタルを弾いて、今度は12人だけがセミファイナル、準決勝に進むことができます。この準決勝では、なんと60分のリサイタルだけじゃなくて、 モーツァルトのコンチェルト、ピアノ競争曲1曲をフォートワース交響楽団と一緒に演奏しなければいけません。で、ここからさらに絞られて、たったの6人がファイナル、本戦、最後の最終本戦に進むことができます。で、ここで、二、えー、2つのコンチェルトを準備して、その中から当日、指揮者がこっちを弾きなさいっていうふうに決めて、えー、演奏することになります。 で、この最後のファイナルの2つのコンチェルトなんですけど、そのリストちょっと読んでみますね。まず、えっ、ー、と、選択1の曲なんですけれども、ベートーベンの競争曲1番から5番の中、それからショパンの1番、2番、ガーシュウィンのラブソディ・イン・ブルー、それからガーシュウィンのピアノ競争曲、えー、ハーニー・ホーヘイ、ヘチョウチョウ、えー、グリーグのコンチェルト、 リストのコンチェルト1番か2番。で、メンデルソーンのコンチェルト1番。ラベルのトタンチョウのピアノ競争曲と、左手のための競争曲どっちか。それか、サン・サンスの2番か5番。5番はエジプトですよね。えー、それからシューマンの競争曲。この中から1曲選べっていう形になってます。で、その次の選択が、バルトークのコンチェルト2番か3番。 ブラームスのピアノ競争曲1番か2番、えー、プロコフィエフの2番か3番のコンチェルト、それからラフマニノフのやっぱり2番か3番のコンチェルト、えー、ラフマニノフのパガニーニの教師曲、それからチャイコフスキーのコンチェルト1番、これの中から1曲、1曲グループ1から、それからもう1曲グループ2から選んで、それをあの、本戦当日に こっちを引けって言い渡されます。といった感じで、このコンクール、もうものすごく過酷です。レパートリーをものすごく準備しなければいけない。それだけじゃなくて、スクリーニング、えっ、ー、と、予備予選か。が始まるのが3月。アメリカにわざわざ行ってそれやって。で、また自分の国に戻って、自分の家に戻って。で、6月の初めにまたテキサスに飛んで、それから18日まで。 ずーっとコンクールが続きます。いろいろな面で過酷なコンクールです。でも過酷な分、賞金もものすごいんです。えー、トップの国際コンクールではさっきも言ったように、もうダントツの、えー、賞金で、賞金の総額が日本円の3000万円を超えています。これは前回の2017年だ、17年 2017年のコンクールから比べて94%総額が増えてます。で、ちょっと見てみましょう。1位は、えー、10万ドル。日本円、今のレ,ルレートで換算すると大体いい1150万円です、うんえー。それとゴールドメダル、えー。2位が5万ドルってことは日本円の575万円ぐらい。 3位が日本円のだいたい387万円。普通、ショパン国際コンクールとか、チャイコスキー国際コンクールとか、1位が387万円もいってませんよね。で、あ、でもね、チャイコスキー国際コンクールは、1位はいくらだっただけな、なんか300万円とかそれくらいなんですよ、日本円の。だけど、もし審査員が全員一致して、この人は絶対将来すごいっていうことになったら、 グランプリっていう賞を用意してます。で、グランプリはこのクライバンの1位と同じ賞金で、えー、日本円の1150万円相当に当たります。でもそれは、あのー、与えられるっていうことは決まってないんです。1位で終わりの人もいる。で、1位だけども、この人はもうズバ抜けてるっていう時にだけ与えられる賞なんで、えー、不確かな賞って感じですね。で、その他にも、このクライバンコンクールでは、 えー、ファイナリスト本戦まで行った人には115万円与えられるしセミファイナリスト準決勝まで行ったら1人57万円与えられることになってますその他にもいろんな賞があって、えー、モーツァルト賞っていうのもあってモーツァルトのピアノ協奏曲を演奏した一番上手い人は賞金70いやごめんなさい85万円日本円の85万円相当の ドルが与えられることになっています。でもね、確かにものすごい金額ですよね。このコンクールのいいとこはそこじゃないんです。このコンクールに優勝すると、これから3年間、マネジメントを無料でしてくれるんです。で、そのマネジメントも、ヨーロッパとかアメリカとか、 別々に分かれてたり、日本とオーストラリアが別々に分かれてて、3つのマネジメント会社からいろいろなコンサート契約の手続き、お手伝いをしてもらえるんです。それがものすごく、えー、大きな賞だと思います。それを抜いても、大体優勝者には40個の世界的な大ホールでのコンサートが待っています。ということでこれも本当に総額合わせると、そのコンサート全部お金当然もらえるんで、 ものすすごいい額になると思いますでもそれ以上に自分のキャリアの助けになるすごく大きなステップとなることは間違いないと思いますこの予備予選に進めた72人の人たちは22の国からの出身者たちですオ、えー、オーースストトラリアとかオーストリアアととかか カナダとかアメリカとか日本とか台湾とか韓国とか中国とかカナダとかもいろんな国から来てますでその中で一番あの入選した人多いのが韓国です韓国が16人その次がロシアロシアが14人その次が中国中国が12人、えー、その次がアメリカアメリカはたったの7人でその次がイギリスの4人日本からはなんと3人います 日本からは、亀井正也さんと、吉見祐希さんと、えー、田所マルセルさん。田所マルセルさんは、フランスと日本の二重国籍なのかな、えー、この3人が出場することが決まっています、えー。明日の動画では、この3人の日本人ピアニストについて、そして審査員、予備予選の有名な審査員たち、そして本選の有名なピアニスト、審査員たちについての動画です。 どうぞ、楽しみにしていてください。それでは、今日はここまでです。もしこの動画気に入っていただけたら、いいねマークお願いします。それではまた、さよなら。